さん、こんばんちは。バズナです。今回もサルゲッチュの実況プレイを始めていきたいと思います。じゃあ続きからやっていきたいと思います。すいません、ちょっと今思いっきりキャプチャーの方を見てて、サルゲッチュの方全然見てなくて、はい。じゃあ前回がこのバビーサービーテンプルをクリアして新しい近代の方に来て、次はテクテクバンリの、テクテクバンリ、長女のバンリみたいなもんかな。それの続きをやっていきたいと思います。ちょびきちゃん8匹、はい、捕まえていきましょう。前回ゲームオーバーに初めてなって、もうどん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 減ったクソ加減が分かってきちゃってるんですけど、大丈夫ですかね。あばいばいばい。危ない、早速落ちるとこだった。サスペクターコイン、ほい、じゃあ大丈夫かな。なんやかんやで見つけた、ただのスペクターコイン。ああ、動いてる動いてる、危ない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 。びっくりした、ごめんなさい。動いてると思わなくて。これしかも針出んの、マジ。こっちこっち、あ、いたいたいた。こんなの全然テクテクじゃない、テクテクバンジじゃないよ。なんかいるなんかいる、なんか気持ち悪いひよこがいた。あ、落ちたなぜなんで。始まってすぐゲームオーバー。早く安全なところへ転送を。チャルチャル、あれ、チャルチャルの声初めて聞いたんですけど。あ、もうそんな可愛い声出せない。早く転送。何言ってるかな。あの、本当はもっと可愛い声とか出したいんですけど、あの、なんせ時間が時間なんで、いつも撮ってる時間が朝方なんですよ。なのでできればね、声はあんまり張りたくないんですよ。次休みの時にね撮りたいなって思ってます。そしたら騒げるし、お昼だと。じゃあそれがいつになるかっていうと、今でしょうって言われそうですけどね。古いかな、今でしょう。先生、全然もうやった、自動じゃん。遠いところに連れてってくれないと思ってたら、全然普通のところに来たわ。あー来た、あー。前回これでも手合えたんですよね。あー、急がないといけない。こういうのね、すぐささっとやりたくなってしまうんですよね。でしかも多分どっかにピコサルがいる気配がする。あれ、なんもない。いた、落ちたらいた。ゲッチュー、早速ゲッチュー。そういうことの階段か。オッケーオッケー、今日は順調ですね。前回とは打って変わって、前回1ステージしかできなかったじゃないですか。あれやるのにどんだけパソコン大変な思いをしたか。開いた開いた。今超焦った。
分析結果じゃパンツの白いピクサルは警戒心が強く気づかれずに近づくのは難しいぞ。知ってるわ。ここでもずっとキー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 言ってるよ。あれーな。うわあ。ひどくない？どこ行った？あ、3匹もいる。ラッキーじゃない？全然来てくんないんだけよし、ちょっと無言になりましたね。ごめんなさい。よし、やっとか。スペクターコインを取って、もうちょっと疲れ始めてるのかな。無言になったらすみませんね。申し訳ないです。ちょっとしかもあそこ飽きるしね。何やかんやで、あーみたいな。は誘導弾を3つで1セットになって知ってるよ。外れること、またそういうこともある。いや失敗だろ完全に。よし、サルレーダー使えばいい。あ、なんで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 今落ちたの？なんでなんで今、ちょっとマジでちょっと謎だわ。ここにいて、どうすればよろし、どうしたらあっちに行ける。ああパチンガーか。全然気づかん。あ、じゃあちょっとじゃあダッシュフープいらないか。よし、嘘でしょ、マジか。今のは行きたかったな。猿をいじめないでくださいって言ってたかった。
し、これでいけんのかな、こっち上って書いてあるし今止まってたよね、お前止まっててくれてありがとうは上に行くのかな、よし、よかった。あー、そこにビスケットあったな。欲しかったわ。ん？これどこ？どっち？どこ？え？こっち？あー、いた。こっちでいいのかな？なんかすっごいとこ来たんだ、危ない危ない危ないもう早速落ちるとこだったよ、私は死ぬ、ほい、サルくん、サルくん、え、こうやって、いつ、今でしょう。って言いながら飛びトンボでバスで行っちゃう。よし。一番ね、黒いサルが個人的にはイケメンだと思う。あー、これはいけないのか、某目からないといけない感じです。これは捕まるパターンかな、かけるくんの腕力全然取れてないけど、カカ言ってる、待て待てー、壁だよ、そこ、どうすればいい、こっちにか、どこ行った、ぐるっとな、いなくない、どこ行った、あいつはいずこ、これはパチンガじゃなくて飛びドンボ、全然届きそうな、全然ですね、どうやっていったんだかわかんないや、じゃあとりあえずよし、考える前感じろ、よくあるやつですね、私はもう考える前に感じろっていう、何もしないっていうのが一番だと思いますけど、ね、何もしないっていうのもあんまり良くないんですけど、まあ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 言ってる、すげえまあ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 言ってる、あだやばい、ビスケットが、出たー、前回メカ棒でこう振るだけ、
っけー、やっと終わったよし、今回もなんか一ステージ一ステージのクリアになってきましたけど、どうですかね、順調なのか順調じゃないのか。全然順調な感じはしないんですよね。やるじゃないは一応もらいましたけど、個人的にはちょっと納得いってない感じですね。はあ、疲れた。では今回はこれくらいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では次回このサルゲッチュの続きやっていきたいと思います。では次回お楽しみに。今日はもう一日ヤフク4本撮りしたのでちょっと疲れましたけど、まあ、楽しみにして待っててください。一応一日1本あげる予定ではいますのでお願いします。ではご視聴ありがとうございました。以上カズナでした。バイバイ。